さて、ここからは10日に投開票が行われた第24回参議院議員選挙佐賀選挙区についてお伝えします。福岡高丸候補の当選を祝して万歳万歳万歳。改選数1の佐賀選挙区は自民党現職の福岡高丸氏が再選を果たしました。福岡氏は25万を超える票を獲得し、民進党元職の中村哲司氏、政治団体幸福実現党の中島徹氏を大差で破りました。今回の参院選は連立政権を組む公明党の推薦を受けた福岡氏に共産・社民が支援する野党統一候補の中村氏が挑む与野党激突となりました。しかし分厚い支持基盤や知名度を背景に組織票・個人票を集めた福岡氏が中村氏におよそ13万票の差をつけました。自民党はこれで非改選と合わせて2議席独占を維持しました。福岡氏は内閣府副大臣として安倍政権の看板政策である地方創生を担当。その強みを生かし選挙戦では佐賀創生と訴えました。再選に向けて1年前から準備を重ね、昨年9月に自民党県連に選挙対策本部を設置し着々と地盤を固めました。私は皆様方のこのご好意をしっかりと受け止めさせていただいて、そして今回私に入れていただいた方の中でも私に全面的に賛同していらっしゃる方もいれば、3人の候補の中であえて言えばこの人ということであったり、もしくは政権与党に投票することで政権与党の中から注文をつけたいと思っていらっしゃる方もたくさんいるというふうに感じました。そういった皆様方の一声一声を大事にしながら今後も参議院の場で一生懸命活動をさせていただいて、皆様方にご恩返しをさせていただきたい。そして多くの方がこの地域の暮らしを良くしたい、そういう思いをお持ちの方々の気持ちに応えるべく頑張らせていただきたいというふうに思っています。翌日11日当選した福岡氏は佐賀新聞社でインタビューに応じました。福岡氏は得票率も6年前を上回った、多くの人の信任を重く受け止め国政に邁進したいと抱負を語りました。また今後活発化するとみられる憲法改正の論議については、自衛隊を憲法に位置づけるため憲法9条2項を改正すべきとして憲法改正の立場を改めて明確にしました。一方、敗れた民進党の中村氏は衆議院と参議院での議員経験を生かし即戦力をアピールしました。また選挙戦では衆議院の原口和弘議員と大串博志議員が組織ぐるみで支援しました。しかし出馬表明が5月と大きく出遅れ、知名度不足も響いて形勢逆転とはいきませんでした。多くの方が朝から晩まで事務所に詰められる方、そして県内各地で走り回ってくださる方、さまざまな方が本当に汗水を垂らして雨の中濡れながら共に戦っていただきました。改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。また政治団体幸福実現党の中島氏は原発再稼働や自衛隊新型輸送機オスプレイの佐賀空港配備の必要性を強調しましたが、票を伸ばすことはできませんでした。県内の投票率は2013年にあった前回の参院選を 4.18 ポイント上回り 56.69% でした。今回選挙権年齢の引き下げを受け、県内の高校では主権者教育に力を入れました。また佐賀市選挙管理委員会が佐賀大学に期日前投票所を設けるなど、若い年齢層向けの取り組みが相次ぎました。なお佐賀県選挙管理委員会によると18歳19歳の投票率は 40.59% だったということです。
県全体の投票率には届かなかったものの、3割台に低迷する参院選での20代の投票率は上回りました。こうして10代が1票を投じたことが別の世代の投票の動機づけにもなり、前回より投票率が上がった要因の一つと考えられます。しかし国政選挙で投票率が 60% 台を下回ったのは3回連続で、投票率自体は決して高いとは言えません。18歳選挙権が話題になり、有権者としての自覚が芽生えた若者が増えた一方で、政治に対する関心には温度差が残った形です。今回の参院選は全国的に見ても与党の圧勝という形でした。ですが掲げられた政策など全てに賛成ということではないと思います。若い年齢層も含めた国民の意見にしっかりと耳を傾けた政治運営が期待されますね。